さあ始まるよ。せーの、テクテク。はい、じゃじゃーん、皆さんこんにちは。今日はね、これでいくよ。みんなこれわかるかな？これはお箸でお豆さんつかみゲームだね。早速ちょっと中を開けてみようかな。中は、じゃーん。おー、出てきたのはこんなのだ。お皿があって、お箸があって、お豆さんがついてるんだね。ちょっと早速、ちょっと出してみようかな。箸はね、なんか2種類あるね。緑の箸と黄色の箸だね。ちょっと今回はこの箸使わないんだけど、実は。この中にあるね、ちょっとお豆さんを使おうかなと思うんだね。このお豆さんは、こんな感じ。ね、枝豆みたいなやつがね、2つあるんだね。で、これを、このお皿の中にまず、取っていくよ。こんな感じで。こう、くるくるっと回すと取れるからね。こんな感じ。本物のね、お豆さんじゃないんだけど、おもちゃのね、お豆さんなんだけど、これをね、ここに入れて、で、お豆を、こっちからこっちへ移す。全部こぼれてる。これをこっちからこっちへ移す遊びをするよ。お豆の準備はできたよ。そしてね、今回使うのがこのアンパンマンの箸だよ。アンパンマンの箸みんな使ったことあるかな？アンパンマンの箸を取り出します。そして、このアンパンマンの箸をね、こうやって持つんだよね。で、このアンパンマンの箸で掴んで、こっちに動かしていくよ。さあ、このアンパンマンの箸でちゃんとお豆さん掴むことできるかな？よし、よーい、スタート！お、アンパンマンの箸使ったら、どんどん掴むことができるよ。すごいね。みんなもアンパンマンの箸で、元気100倍だね。これで、あー、豆が飛んでった。一個飛んでったぞ。アンパンマンも失敗するときはあるんだね。誰でも失敗するときはあるみたいだよ。よいしょ。よいしょ。この1個、もう1個、よし、できた。やったー、元気100万アンパンマン。この箸だと無敵だね。みんなもよかったら頑張ってみてね。はい、テクテクの絵描き歌始まるよ。それではペンを準備して、さあみんなも練習して描けるようになってみようか。じゃあいくよ。お山が2つありました。お池も二つありました。目玉も二つありました。口をつけたら、テクテクだ。はい、テクテクの出来上がり。はい、今みんなが見ているこの動画の画面にタッチをすると、右上にここのところに白いボタンが出てくるから、これを押してみてね。そうすると下のところに楽しい動画がいっぱい出てくるから、それをタッチして次の動画を見てね。じゃあ待ってるよー。